どうも、ニーハオ。今回は、焼き鳥丼冷凍弁当を作ってほしいとリクエストをいただいたので、おまかせクックのゆるキャラ、おーちゃんとともにご紹介させていただきます。どうも、ニーハオ、おーちゃんです。皆さん、今回もよろしくお願いします。材料合計1193円で調理のスタートです。まずはこの鶏もも切り身、あらかじめカットされているものを使い、時短します。これに、酒大さじ2杯を入れることにより、鶏肉の臭みを消す効果があります。そして、片栗粉を適量加え、軽く混ぜます。片栗粉を入れることにより、調味料が絡みやすく、かつ、肉を柔らかくする効果があります。次に焼き鳥のタレを作ります。砂糖大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ2杯、醤油大さじ6杯を入れ、これを混ぜ合わせておきます。フライパンに油大さじ1を入れ、水洗いした白ネギを食用バサミで3センチぐらいの大きさにカットしていきます。食用バサミを使うことでまな板不要で洗い物を少なくします。ネギの青い部分は他の料理に使用させていただきます。強火で白ネギを焼いて焦げ目をつけていきます。強火で1分ほど焼き、焦げ目をつけて裏返していきます。全体に焦げ目がついたら、一旦この白ネギを別皿に移しておきます。フライパンを軽く洗い、油大さじ1を入れ、焼いた時にジューシーにするために皮面を下に置いていきます。筋は食用バサミでカットしていきます。強火で一気に炒めていきます。炒めていくと肉汁が出るので、キッチンペーパーで吸わせていきます。これを何回か繰り返していきます。全体に火が通ってきたら、先ほど焼いた白ネギを投下して、先ほど作ったタレを回しかけて、再び強火で一気に炒めていきます。このまま 2,3 分ほど強火で炒めていったら、焼き鳥丼弁当の具材の完成です。あとはご飯3合分をタッパーに敷き詰めて、ご飯を盛るときはしゃもじを水につけながら盛っていくと、お米がしゃもじにまとわりつかずにスムーズに盛ることができます。タッパーは 500ml のタッパーを使用させていただいてます。セリアで購入できます。次にご飯側におかずの汁が移らないようにラップをしていきます。ラップをすることでセパレートみたいな感じになります。ラップの上におかずを盛り付けて、さあここからさらに味にアクセントをつけるために、フライパンに残ったタレを中火で煮詰めて、トロトロのタレを作ります。タレを煮詰めるときは火加減を強くしすぎると焦げてしまうので注意が必要です。このくらいトロトロになれば OK です。このタレを全体にかけていき、いりごまなどがあれば、ね、いりごまをトッピングしていき、仕上げに一味唐辛子をパパッと振りかけたら、焼き鳥丼弁当の完成です。これは間違いなく激うまです。最後にパパッと蓋をして、パパッと冷凍庫開けて、パパッと弁当箱入れて、パパッとパパッとスリーパッと冷凍庫からの解凍は電子レンジ600ワット5分で美味しくいただけます。ラップを取るときは中央の方から持ち上げるように取るとスムーズに取れます。本日の焼き鳥丼弁当いかがだったでしょうか。まな板も不要で時短で調理ができて、すごくおすすめとなっております。今回も最後までご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。それではバイバイ。